本田圭介選手の顔の変化はやっぱり病気の影響なのでしょうか本人が疑似しておらず、それを言わないのが圭介が本田っぽいのですが気になります。僕はあの、本田さんよく知らないですよね。本田さんの僕、試合ちゃんと見たことないんですよ。一回みちゃんと見たいなと思ってるんですけど、その、試合を見る機会がないので、なのであの、僕別に本田さん、ウォッチャーじゃないので、ウォッチャーの人に聞いてみてください。 ゆさん少し酔ってます。質問なんですけど本田圭佑さんとビジネスしてるみたいなんですけど本田圭佑さんは感情論とか根性論で押し通すタイプだと思いますがそうなんだゆきさんんとととと真逆ななタイイプがしまます。すすぜビジネスを一緒にやろうと思ったたですか。ま、たイラッとすることありますか。あの人感情論とか根性論言うことほぼないけどなポジティブにやろうとするし何でもポジティブにいけようとするんだけどそれをね他人に強制してるのは見たことない気がする。 ダメなものはダメだよねってすごい論理的なんですよね。で今のところ僕の中のね本田圭佑の謎が本田圭佑さんは圭佑本田であろうとするんですよ。みんなが憧れる紳士でありその成功者である圭佑本田になろう。で圭佑本田でい続けるためには格好悪いこともしないと圭佑本田になれないわけじゃないですか。自分が格好いいと思うことばっかりやってたらゴールにはたどり着けないと。で圭佑ほ かっこいいい存在にになるるためかっここ悪とをやんですよめちゃくちゃかかっっこここ悪いとやるんですよよくなるためにで僕から見えてるのはかっこ悪い本田圭佑が見えてて「えなんでそのかっこいい人でありたいのになんでこんなかっこ悪いことやってるの?」っていうのがずっと見えてて「いやいやもうんか本末転倒すぎない?」みたいな「かっこいいことやりたいんならこっちからいけばいいのになんでかっこ悪いことやってるの?」って思うんだけどそのかっこいいことをやるためにはかっこ悪いことをずっとやり続けなきゃいけないってなって。 で野沢みたいな本んなんですけど、ケイスケ本田が本体なのか本田ケイスケが本体なのかもう分かんないんですよね。ケイスケ本田であろうとする本田ケイスケという生き物が追いつこうとして必死に努力をして失敗してたりしてて、でも人はここを見るじゃないですか。 本田さんがボタフォゴっていうチームを辞めたんですよブラジルのチームなんですけどブラジルでめちゃめちゃ叩かれてるんですよキャプテンだったんですけどキャプテンで今辞めるとかどうなのみたいな一部からちょっと降格しそうみたいな状態なんですけど もともとそのオリンピックを目指すためにそのブラジル行きますよって話をしてて今まあ怪我もしてるっていうのがあって2月にブラジルのリーグ終わっちゃうんですよでオリンピックって一応7月で選考がまあ,あの5月ぐらいだと思うので2月に試合終わった後にポルトガルに行ってポルトガルのヨーロッパのリーグに参加しようと思ってたんですよ圭佑ホンダは。 ところがかっこいい2月までブラジルにいるとポルトガル行けなくなるんですよっていうのを本田圭佑は知らなかったんですよ <laughs> なのであのオリンピックに行くためにやってるから2月以降はポルトガルに行かなきゃいけないからだから俺は今やめなきゃいけないんだっていうのが圭佑だろうとする本田圭佑の論なんですよ <laughs> <laughs> でもほら「キャプテンとしての責任を捨ててやめるのか」っていうので,でそこで出てくるのは「圭佑本田で」で「俺は言い訳はしないごめんなさい」っていうのを圭佑本田は言ってるんですよっていう感じでちょっと面白いですよと今までいろんな方と対談をしてきたと思いますが特に面白かった人心に残ってる人などいたら教えてください対談をしたことはないかもしんないですけど本田圭佑さんはやっぱり狂ってて面白いですね。 あの人なんだろうね。かっこよく見せるためであれば、かっこ悪いこともいとわない。結果としてかっこ悪いことをやってるみたいな。え、もともと何やりたかったのみたいな。なんかね、ループしてるんですよね。ケイスケ・ホンダを演じるホンダ・ケイスケみたいなところがあるんですけど、 ケイスケ・ホンダを演じるがゆえに、ホンダ・ケイスケが泥臭いことをやってしまい、かっこ悪くなっていて、でも、かっこ悪くなっていること自体がかっこいいと言ってるんだけど、でもかっこ悪いよね、みたいのが、ぐるぐる回ってて、今どっち誰っていうのが、多分ね、本人の中にもね、どれが本人かわかんなくなってると思うんですよね。声優の山寺光一さんっていう方がいらっしゃって、 山寺孝一さんって、いろんな声やりすぎて、自分の本当の声がもうわからなくなってしまったんですよね <laughs>。っていう感じで、そう、本当の山寺孝一さんはもう誰もわからないんですよ <laughs>。っていう感じで、多分ね、本田圭介さんと圭介本田はどっちが本物か誰もわからないっていう <laughs>、っていう感じの人なんで、面白いなぁ、狂ってんなぁと思って見てますさ、はい。 部活でのメンタルに関する質問です。試合に出ることができず、練習中も全く思い通りにプレーができなくて、精神的に病みそうです。思い通りにいかないとき、試合に出れないときに落ち込まずに切り替えられたりできる方法、リュッさんなりのアドバイスをいただきたいです。さっきまでその無職の本田圭佑さんとライブで話をしてたんですけど、あのナウボイスっていうサービスで、あの人がそのあのどんなにバッシングされても気にしないっていうあのメンタルお化けなんですよね。 でその自分が成功してる以上それに対して嫉妬したり文句を言う人は必ずいるよねっていうのがあってなのでその,人に言われるのは当然ですなぜなら僕は成功している状態になると人に言われるのも分かってたからその成功して幸せだし人に言われるのも当然そこの位置にいるんだから言われるのは分かってましたよっていう感じで全然気にしないっていうのなんですけど心の持ちようだと思うんですけど思い通りのプレーがどうこうとかって超絶どうでもいいと思うんですよね。 思い通りに行くっていうのが全員そうだったとしたらそもそも試合負けることないわけじゃないですかでもあの必ずそうどっちか負けるわけでなのであの世の中思い通りに行かないっていうことをまず理解した方がいいと思うんですよね思い通り行かなかった時にメンタル削れるやつと全く気にしないやつが2種類いるんですよ 毎回毎回メンタル削れるやつと全く気にしないでじゃあトレーニングするわって言ってるやつでどっちの方が伸びるかっていうと全くしないでトレーニングするやつの方が伸びるんですよなので結果として傷ついた傷ついたはしょうがないとでもトレーニングはこうやろうとでじゃあ負けた原因をちゃんと把握してそのチームワークが悪かったのか戦術が悪かったのかトレーニングが足りないのかそのいろんなところを改善していくっていう方法でこの思いをしない方がいいよねっていうのでプラスの方向に持っていくっていう方がいいんじゃないかなと思いますけどね 16歳中卒女この間中卒に未来はな、ね、いお前生きてればなんとかなると思ってると思ってるだろう学歴が全てをそうして言ってましたその言葉が頭から離れず自分的には生きてればなんとかなると思ってますが、えー、小中不登校から現在収録で毎日楽しかったり言ています本当に学歴が全てなんですか恥ずかしいですが学歴は商用たりと思ってます高卒認定は100取った方が良いですかご意見いただければありがたいです別に今の時点で仕事してるのは楽しいのは全然いいと思うんですけど学歴が全てではないです ただし、あの、学歴があった方が楽です。<laughs> あと、選択肢が多くなります。今やってる仕事が楽しい。で、これ一生やるっていうのを、覚悟を決めてるんだったりと思うすよ。でもなんか途中で IT 企業みたいなところで働いてみたいとか、なんか青山にある、そのなんかおしゃれなビルで働いてみたいとかになると、面接通さなきゃいけないんですけど、面接通るときって、やっぱり大卒の方が受かりやすいんですよね。 なので自分の選択肢としてまあその一生今の仕事で行くんだで今働いているところが永遠に潰れないんだっていうその保証があるところだったらいいと思うんですよまあ公務員みたいなそうじゃない時ってじゃあそこの会社が突然潰れましたで中卒ですっていう時にじゃあこういうことやりたいなって思った時にそそのの学歴がががなないいいためにそれででききっていうう起きちゃうんですよすげえ有能であれば別にそんなん関係ねえよ俺なんとかするよっていうのもあると思うんですよね サッカー選手本田圭佑さんとか高卒なんですけど、まあ、多分あの人がその大学に行くく必要は全くないですよね <laughs> ただそういうタイプの,その何かもうすでに実績がありますって人であれば学歴なんか全然なくてもいいんですけどもしくは親が金持ちとかねっていうその何かこ,うこの人は価値があるって思わせるものがある人は全然いらないと思うんですよね学歴はただそうじゃないんだったら学歴があった方が面接通りやすいっていうのはありますよはい自分を客観的に見ることや理論的な判断ができない男です鏡見てください 多分,分かりますよどう頑張って見てもやっぱり鏡は嘘つかないのであの鏡を見てる限りあ目の前にはイケメンがいないなっていうのが分かるのでもし客観的に物が見れないんだったら鏡をずっと見てください。はい、仕事で辛い時理不尽なことがあった時この状況にひろゆきさんは何て言うんだろうと思うと割とひろゆきさんそれ普通っすよどうでもよくないですかと一周してくれていつもありがとうございますこの件についてご意見いただけないでしょうか <laughs> すいませんなんかねあの <laughs> 鏡見るとかひどいこと言ってすいませんはい。 心の中でひろゆきを買うっていう表現が割と最近見かけることが多いので、まあ、そういう人も多いのかなと思いました、はい、この表現あの本田圭佑さんのパクリでリトル・ホンダと相談するっていう表現をするんですけど本田圭佑さんは圭佑・ケスケホンダという人であろうとしていてでそのために圭佑・ホンダになるために本田圭佑はどうするべきかっていうのを心の中のリトル・ホンダに相談するっていうそういう話があるんですけどややこしいですよねすいませんなんで僕もあのリトル・ヒロユキと相談してるかもしれないですよしてないですけどね